にちは。最強の筋活大好き万能酵母液インストラクターの古泉美恵です。よろしくお願いします。はい、今日はファイトケミカルたっぷりの野菜スープを万能酵母液で作ってみたいと思います。まず材料ですけれども、野菜、こちらは冷蔵庫に残っている残り物で十分です。今回は、私の場合7色レインボーカラーをいつも意識するようにしてますので、人参、キャベツ、かぼちゃ、セロリ、玉ねぎ、そして、ちょっとここにはないんですけれども、根菜類で日頃きんぴらを作ったりするときに残っちゃうレンコンを、使用してやっていきたいと思います。それから、皆さん冷蔵庫にいつも保管されている万能酵母、これを使って野菜スープを作っていきましょう。まず皆さんが1日にとる野菜の量、成人で取らなきゃいけない野菜の量ってご存知でしょうか。これが大体約 350g になります。 350g を野菜食べるのなんてすっごく大変ですよね。ですが野菜スープにすると熱を加えることで、すごくその野菜のかさが少なくなります。それから、中にやはりかぼちゃとか、こういう材料の中には非常にビタミンとかミネラルが入ってるんですけれども、それがゆっくり時間をかけて煮ることで、中から出てくるという形で野菜をまあしっかり取れる、それから、食物繊維だったりビタミン、ミネラルとたくさん摂取できるので、本当に野菜スープっていうのは、万能酵母液と、相性がいいと思います。また万能酵母液を使うことで野菜自身が持つ力ですね、それから香りだったり味だったり、それをすごく引き出してくれますので、その野菜スープを今から作っていきましょう。まずお野菜なんですけれども、だいたい形がですね、同じ大きさになるようにだいたい1センチ角ぐらいですね、大きさを揃えて、カットしていきます。セロリも同じように1センチ角ぐらいにカットしていきましょう。それからこちらも種を取ったものを1センチ角ぐらいに、これ今までみんながしまったと思う話を一つします。玉ねぎの皮ですね、この薄皮ありますよね、こちらの中にはケルセチンっていって血液がサラサラになる、そういうすごい成分が入ってるんです。実はこの中の白いところにある、玉ねぎの、皆さんが召し上がっているところの約30倍のケルセチンが入ってます。でケルセチンっていうのは善玉コレステロールを増やして悪玉コレステロールを減らしていく、そして血液をサラサラにするっていう、力がありますので、この玉ねぎの皮、もちろん周りの土がついているところや腐っているところは取り除いていただいて、こちらの薄皮の部分ですね、こちらは捨てないでぜひ野菜スープに入れていただきたいと思います。でその際にこういうお茶パックってお家にあるかと思うんですけれども、こういうお茶パックに、玉ねぎの皮をこういう形で中に詰めていただいて、はい、こんな感じですね。それで野菜スープに一緒に、お出汁のように入れていただいたらいいと思います。それではお野菜が全部切り終わりました。じゃーん、見てください、かなり色とりどりですね。で先ほど切った玉ねぎの皮もちゃんとパックに入っております。こちらをお鍋に入れていきますね。でこちら今大体1リットルぐらいの万能酵母液を用意しています。大体お鍋に入れたお野菜がひたひたにかぶるぐらい、大体家族4人前で 1.5 リットルぐらいですかね、入りました。で今これでお野菜がひたひたに入りましたら、火にかけていきましょう。それで蓋をして、沸騰するまでは、では野菜とスープの方が沸騰してきました。少しアクを取ってあげましょう。
クが取れましたら、このまま火を少し小さくしていただいて、小火で約1時間から2時間以上コトコト煮てあげてください。じゃあスプーン。